ジャレット・レトは、アメリカ合衆国ジイージアナ州出身の俳優、ミュージシャン。ジャレット・レトーとも表記される。兄や友人と共にロックバンド、30セカンズ・トゥマーズでも活動している。本名は、ジャレット・ジョセフ・ブライアント。1990年代に俳優デビューし、2013年公開映画、ダラス・バイアーズ・クラブでアカデミー賞など主要な映画賞で助演団優勝を獲得。 ボージャーシティ生まれだが、子供の頃は、母親や2歳上の兄と共に、ワイオミング、コロラド、バージニア、ハイツなどを転々として育つ。ケイジャン系米国人の母親は10代で2人の、息子を産んで間もなく離婚、シングルマザーとなり、高校をも中退、別れた父親は別の女性と結婚したが、その後自殺した。ジャレットと兄のシャノンは、母方の祖父が、 空軍兵士だったため引っ越しの多い幼少期を送った。母親はヒッピーとなり、テレビもなく食料配給券で食いつなぐ極貧生活をしていたが、1979年にバージニア州の眼科医と再婚、生活も安定し妹と弟も生まれたが1981年に再び離婚した。義父、テ帝とは離れ離れとなったが、ジャレットと兄はそのまま義父のせい、 ゲトを名乗っている。コロラド州で3年、ハイチの首都ポルトープランスで2年近く暮らした後、バージニア州の田舎町オクトンの高校へ通い、母親の勧めでギターを学び始める。母親はハイチで医療事前団体で働いた後、帰国後カメラマンとなり、2007年にアクセサリー会社を起業した。兄のシャロンは高校中退、ドラッグ中毒など荒れた。 青春時代を送ったが、1998年にバンドデビューし、俳優業にも携わった。ジャレットは、高校卒業後、絵画を学ぶために、フィラデルフィアのユニバーシティ・オブ・ザ・アーツに入学するが、途中で俳優を志すようになり、ニューヨークのスクール・オブ・ビジュアル・アーツに移った。1992年に、ロサンゼルスに移り、最初はミュージシャンを志すが、2年後にはテレビに、 出演するようになる。アンジェラ15歳の日々で、主人公が恋するイケメンの不良役で人気となったが、その後、シンレッドライン、ファイトクラブといった映画に出演し、ダーレン・アロノフスキー監督のレクイエム・フォー・ドリームでは、麻薬中毒に陥る、主人公を演じて高い評価を得た。ベジタリアンで映画の役作りのために増量した時も、肉は食べなかった。 ちなみにその役作りのための激太りで、ザベストハウス123の激痩せ激太り自由自在。大変身を遂げた、ハリウッドスターベスト3の3位に選ばれた。第3位、ファンが失神イケメン俳優が見るも哀れな姿に、で過激な増減量が紹介された。わずか2ヶ月間で30キロ増量という課題を与えられ。 食事の回数を増やし、炭水化物中心の食事に、さらにアイスクリームを溶かし、それを飲んで常に胃を満腹にしたというのが紹介された。マ、ま、タレトは、この急激な体重増量が原因で一時痛風を患い、車椅子生活を送る羽目になり、その後、食事を蜂蜜とレモンだけに限定し元の体重に戻ったという、第66回ベネツィア国際映画祭にて、 キャメロン・ディアスやアシュリー・オルセン、スカーレット・ヨハンソンと交際していたこともある。また、リンジー・ローハンと交際の噂もあった。2013年公開の映画、ダラス・バイアーズ・クラブにおいて、性転換を受けた HIV 患者を演じるために30本どもの減量を行った。その演技は絶賛され、2013年のハリウッド映画祭において、ブレイクアート演技賞を受賞したのをはじめ、 アカデミー助演団優勝、ゴールデングローブ賞助演団優勝、放送映画批評家協会賞助演団優勝、全米映画俳優組合賞助演団優勝を受賞した。2017年、マーチン・サントフリート監督による映画、アウトサイダーで、浅野忠信、椎名吉平、大森直、靴なしおり、ヒロと共演。本作は2018年3月9日に、ネットフリックスで、 全世界向けに配信された。ありがとうございます。